チャオ、あっちゃんです。今日、12月の10日、あっちゃん家の晩ご飯はすき焼きです。まず卵ね、卵、準備しましょう。さっきも自分で巻いたときや、やっぱり持って返しにコツ見ません、割れとった。やっぱりではやっていきましょうか。まず鶏肉をね、鶏肉を入れます。きれいな鶏肉やね。お、きれいな鶏肉。え、高そう。それで地鶏やもん。ちょっと、気ぃつけよう。前もせへんけど、まあ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 、って言ってもまあそんな高くないけどね。普通の鶏よりちょっと高いぐらいけど、鶏さんをね、これちょっと入れていきます。鶏さんをちょっと入れてます。今日の朝だよね。卵を溶いときや。これ最初の楽しみやからな。これ焼けたら最初これを食べるね。鶏は焼いてる間にあっちゃんの卵も出てきます。ここから入った。どこ持ってくの忘れた。食べるとこ、どこも忘れるとこ。もう食べられるんちゃう。まだまだでも生かな。ちょっともうちょっとやるね。よっしゃ、これ卵つけた時に、これ最初の楽しみやで。最初だけしか食べられんで、まだ持ってかかんな。この辺多分焼けてると思うね。今日食べよ。多分焼けてると思う。
うん、おいしい。食べよ。でもうちょっとだし出て炊いてから食べるんですな。うん、うまい。うまい。うまたく。ちょっと別の。これはこれ出したら食べる。もうこういうんで。もう残った時。全部取ったり。全部取ったり。ちょっと待って。このままで取って。何でもないし。それ全部入れてしまうか。絡んだらまた切るわ。うわ、焦げる。味はね、わからん。この後もう一回つけるけどね。ね。ちょっと焦げが出たね。やばいな。で、ここにお酒。もうちょっと水出さなあかんと思うんだけどね。酒が取れるもんね。塩水を出そうか。塩水をちょっと出します。こんなもんでいいかな。でここにね、まず煮えにくいごぼうさん、うん、ごぼうさんでね、まあきのこもこれでこっち行った方がいいの。やるか。で、豆腐は真ん中に。で、きのこの量の前に置いこう。きのこ真ん中にある。で、根菜。白菜の硬いところ、でこの辺にネギ、あとはどうも全部入れてしまおうか。多分追加なしっていう形でいきましょう。白菜、ネギ美味しいよこれ絶対。プレミアムネギやね。信長ネギってやつ、ここでいいね。なんかしら、妙に高かったんけどな。かっこいいやろ。安土やで。滋賀県の信長ネギで。よし、こうやってこう。あと、あれ取ってきやな。白滝。鶏肉をこっち置いて、もっと鶏肉をこっちに置いやって、ちょっと汁足らんかな。でね、味はね、見なあかんねんけども。ここにしただけでいいか。しただけで取ってくるわ。後で味付けしなおと。
ったつもりがなかった。白滝の代わりにチクワ。白滝を買ったつもりがね、白滝買い忘れてた。これでね、さあ味がどうなることやらです。さあ煮えるまで待ちましょう。どうでしょう、こんなもんかな。そんなに味悪くはないな。春菊、春菊は旬と違って春やで。春の菊やで。春菊やね。春ちゃうけど。よいしょ、これで煮さしてね。煮やしときましょう。よいしょ。関西はね、割り下じゃないのよ。先に焼いて、肉を焼いて、で砂糖醤油で焼いてちょっと食べて、でそこにねお酒とか水とかで味付けて、子供がおったらねお酒あんまり使われへんけど、肉もお酒使ってもうまくやん。これちっちゃい時わかんかったよ、2歳っていう時に。うん、焼き肉鶏おいしいな。うん、炊ける前に時間かかるから、ご飯冷たいしやけど、これはご飯進むわ。僕長ネギおいしそうやな。厚揚げとかも入れてもいいけどね、買ったんだけど、なんか豆腐あるからええやろ。鶏からんだ切ってくるけどな、今600あったらいけるかな。足らんかな。結構食べるからね。びっくりした。熱でレモンが蓋いた。パッサン。煮えた野菜、この野菜食べてみようか。もうちょっと砂糖欲しいな。甘いって嫌がるかな思ったけど、砂糖はねちょっとね多いめで、砂糖醤油は、ね、多いめ、ちょっと味濃いめで作るんだけど、もうちょっと欲しい。結構砂糖醤油がっつり使うからね、すき焼きは減塩からほど遠い料理ね。減塩のシャンディーね。
さんがこれも嫌なんだけど、すき焼きは甘い方が美味しいからね。え、何、卵に酒入れる？卵に砂糖入れへんやん。すき焼きのこの煮とるとこ入れね。よっしゃ、もういけんじゃん。よっしゃ、野菜もしんなりしてきたし。で、食べてや。もういけるで。豆腐が欲しい。どう味？ネギモンって、ネギモン食べたんかいな。信長ネギが楽しみ。逃げんで、引っ張ったら、うん、まあこんなにでいいんちゃう。春菊おいしいな。鶏肉おいしい。これは美味しいよ。食べへんの？え？信長ネギ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。これテンション上がる。うん、豆腐おいしいね。ネギがうまいわ。信長ネギなんか初めて聞いた。舞い踊るぐらいおいしい舞茸。春菊はおいしいしね。最高よ。ちくわどう？ちくわはちくわ。確かごぼうがなかったかな。ごぼうはこや。すき焼きの、濃い味をご飯にのっけて食べたら美味しいよね。ごぼう美味しいな。風味がすごいね。ネギめっちゃ美味しいわ。食べられるよ。
ネギちゃん、信長ネギはめっちゃ美味しいってな、ヒカル。テンション上がるぐらい甘いね、ネギ。ネギの青臭さ、そんな感じに。マイタケもあるね。舞い踊るほど美味しいって言うほどでもないけど、美味しい、ね。もちえでも美味しいね、これ。うん、ジャムになってるよ。大きすぎる。もちを、もっともっとこっちいるか。こっちもあるしな。いいや、めっちゃ美味しいわ。えのきおいしいね、えのき。久々に行きましょうか、あっちゃんのえのきタイム。久々やね、えのき ASMR。 大根おいしいな。ちょっと味濃くなってきたけど、甘みが少ないな。もうちょっと甘み出してもいいけどな。ネギこれやばいよ、おいしいよ。中にぬるっと熱いのが出てくる。
もう違う、そろそろまだちょっと硬いな。卵立つかな。何？いや、すき焼きは美味しいね。鶏が残ってんの、いっぱい。でも鶏食べや、食欲ないて。せっかく、なんか生っぽい、薄いやん、こんだけ煮たのに。ええ鶏やからちゃう、生っぽいんちゅうわて。そう、うん、全然見て入ってるやん。まあ生食べたいやん。ほとんど全部やったよ。うん、早かったんじゃん。ごぼうかも。うまい。ベルやめるさ。お酒持ってたらお酒飲みたくなるんだけどな。塩水にしとこう。最近に買ってくれるの？消えたな。
てたっていうか、めっちゃテレビに出てたんかよくわかんない、うん、何面白いのかこれ、ワンパクトすぎる、面白いとかもね、うん、ピカソで、ピカソの面白い柄よりもラステの綺麗な絵の方が好きできるって美味しい、部屋があったかくね、集まってきた、料理旅館みたいなところで、うちは食べたの。松坂牛のね。で、松茸のやつ。その時に、砂糖と醤油と酒しか使わへん。で、酒も煮るから、煮切ってしまうから、アルコール飛ぶから運転しかけても大丈夫よって言って、おかみさんが言ってた。神さんじゃないよ、なんで神さんが、神さんがなんですき焼きのあれ鍋奉行すんだよ、鍋神様、うまみ、何についてんの、鍋についてんの、この鍋は江戸時代から使ってるから、つくも神になってますね、うちは来てこんな美味しかったっけ、昔はすっげえキャメすぎじゃなかったんだけど、お腹いっぱいできた、変なおじさんみたい、あ、おいんかこれ、もう一杯何しようかな、鍋にしようかな、ね、お腹いっぱいになってきたわ、春菊食べてしまうとか、もう食べへんの、明日残したら明日食べてないか、あ、おいしかった、ごちそうさまでした、いや久々にね、すき焼き美味しかったよ、で、
今日のあっちゃんちの晩ご飯、鶏、地鶏、大和じゃない、宇田緑ですき焼きでした、鶏すき焼きめっちゃ美味しいんで、よかったらやってみてください。美味しかったよ。ではまたね、バイバイ。